幼き日、誰もが一度はやったことがあるだろう。キャッチボール。一つのボールを使い育まれる友情と信頼。そこでふと一つの疑問が生まれた。これをサッカーではできないのだろうか。そこで我々が考案したのはサッカー版キャッチボール、レッグキャッチボール。サッカーの練習でよく見かけるリフティングパス。手を使えないサッカーにおいて2人はどれだけ離れられるのだろうか。ルールは簡単。2人の距離は10メートルからスタートし、ボールを地面に落とすことなくパスをつなぎ、一方が後ろへ下がっていく。5球のチャレンジでより離れられたコンビが勝者となる。このゲームで重要なのはキックの精度、トラップの技術、そして何より絶対的な信頼関係が必要とされる究極のチャレンジ。今宵この究極のキャッチボールに最強のコンビを自負する4人が参戦する。 FC バルセロナ、リオネル・メッシ、ルイス・スアレス。リオネル・メッシはもはや説明不要だろう。言わずと知れた世界ナンバーワンプレーヤー。スペインリーグ88年の歴史において2位に圧倒的な大差をつける324ゴール。すごいね。さらに今年史上最多5度目となる世界ナンバーワンの称号バロンドールを獲得した。そんなメッシが今回自らパートナーに選んだのがこの男、ルイス・スアレス。その破壊的決定力にはメッシも舌を巻く。昨シーズンは35試合で40ゴールを挙げ、ヨーロッパ全リーグを含めた得点王に輝いた。プライベートでも多くの時間を共にする2人。その姿はまさにゴールデンコンビと言える。対するのは日本サッカー界のレジェンドコンビ、中村俊輔、遠藤保仁。天才レフティ中村俊輔、その左足で決めたフリーキック数は J リーグ歴代1位の22ゴール。今年サッカー発祥の地イギリスメディアが報じた世界のフリーキッカートップ5では、あのメッシを抑え堂々の4位にランクされた。そんな中村とタッグを組むのは共に時代を作ってきた遠藤保仁。正確無比なキックを武器に出場した代表戦は歴代最多の152試合。まさにレジェンドの名にふさわしい。戦う武器はボール一つ。解き放て持てる技術の全てを見せつけろ。揺らぐことのない友情を。メッシ・スアレス VS 中村遠藤。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。すさまじいオーラを放っての入場です。ただ歩いているだけでこんなに絵になるコンビはいるでしょうか。Sí, a veces veo que tiene repercusión, que salen un par de programas, que salen las cosas, los juegos que hacemos, lo veo. Ya, los payasos, ¿no? No, en conjunto siempre es más fácil. Bueno, vamos a ver. Después vemos, después te cuento. Nos llevamos bien y bueno, eso es lo importante, ¿no? 対するは日本のレジェンドコンビの入場です。打倒メッシ・スアレスを掲げ、この極限のために日本代表以来のタッグを結成してくれました。本当の技術が出した方が勝つんじゃないかなと思います。彼らの記録を抜ければぜひ。どれぐらいいけると思います？いえ、ああ、もう、プロバイブも。すごい絵を撮りたいじゃないですか。じゃあ70で。はい。70。バッコン蹴ったのさ、奇跡的なトラップみたいな。70、俺キック届かない。そもそも。まず。先攻、メッシ・スアレス、1球目。
さあ世界最強フォワードコンビと称されるメッシとスワレスはどんなコンビネーションを見せてくれるんでしょうか。まずはメッシからスタートし、スワレスが受けるようです。どんな記録を叩き出すのか、注目の1球目です。さあ始まりました。まずはメッシからスワレスへ、最初の 10m はどうだ。スワレス桃トラップ、ここをついています。すぐさまメッシへ。おっとメッシ大丈夫か。大丈夫です。その間にスワレスは 20m へ下がっていきます。さあメッシ 20m、 さあどうだ。ボールはまっすぐスワレスへ、ここも受け止めました。 20m 成功、ね、そしてメッシ折り返す。ゴールデンコンビが軽快に距離を伸ばしていきます。さあスワレスがさらに 10m バックしていきます。わずか数十秒で 30m まで来ました。出しちゃえよさあいけるかメッシ、どうだ。ボールはまっすぐスワレスへ、あっと軽くトラップミス、ボールを落としてしまいました。すごい。ここで1回目のチャレンジは終了です。でも別にね、30失敗者が20までだね。1回目のチャレンジで 30m まで持ってきましたメッシとスワレス。しかしボールを落としてしまったので記録は最後につながった 20m。 2回目は再び 10m からのスタートとなります。後攻中村エンド1球目、メッシとスワレスは 20m でした。さあ日本のレジェンドコンビはこの記録を超えていけるんでしょうか。まずは遠藤がスタートライン、中村俊輔が下がっていく作戦のようです。それでは参りましょう、中村遠藤の1球目ですさあ遠藤今スタート。リラックスしてるな。おいしいぞ中村俊輔、ここはしっかり胸で受け止めました。さあ 10m の折り返し、ああれあれバカ痛い痛い痛いここは遠藤頭でトラップ、すごいね。よしよしよし、ちょっと待ってろ。中村が 20m へ下がります。ここまでは順調。いいえ、いやちょっと大きめな。はいはい、いきましょう。どうだ、トラップが大きい。大丈夫、止めました。記録は 22m。 OK、 トラップはラインの外でも大丈夫ですが、キックの時は中まで戻らなくてはなりません。さあ 20m 折り返しです。中村いけるか。短い、おし、いいぞ。すごい、うわすげえな。いいぞ、おし待ってな。さあ日本のレジェンドコンビがメッシ・スワレスが失敗した 30m のラインを超えてきました。見たかこっち。いや見なくていい。ダメだ、見ろよ。おし、いいぞ、おし。さあいけるか。あーちっちゃい、あーちっちゃい。中村全身取った、取りました。すげーな、でも取れるんだもんな。おーいいぞシュン。今のプレーは中村選手が最初にトラップした地点が 29m でしたので 29m となります。それにしてもナイスリカバリーを見せました中村俊介。さあ再び中村が 30m へ、ここからスタートラインを越えられれば 30m 成功です。胸トラしら、胸トラ痛い、グダ。さあいけるか 30m、 やばい、どうなの、やばい。遠藤前進、どうだ、トラップが大きいが、あっと落としてしまった。いや中村遠藤コンビの1球目は記録 29m。 それでもメッシたちを 9m 上回りました。僕のトラップミスもありますけど、中村のパスミスです。俺のボール悪いのね、やっとのトラップミスみたいになってるからラッキーっす全然大丈夫、50までいけます。先行メッシ・スワレス2球目、1球目の記録は 20m でした。メッシとスワレス何か作戦もあるんでしょうか。立てよパルペチョ、ティエクセアルペチョ。なんとリフティングをしながらスワレスの胸を狙っていくようです。
そんなことは可能なんでしょうか。さあメッシのリフティングから2球目がスタート。まずは最初の 10m、 スアレスの胸にピンポイント。スアレスもテンポよくメッシへ返す。軽快なリズムでキャッチボールが始まりました。さあメッシ、再び狙いは胸へのパスか。ここもドンピシャ、寸分の狂いもありません。スアレスもリズムを崩さず蹴り返す。ちょっと大きいか。大丈夫です、メッシしっかり抑えました。なんとメッシ肩でトラップしています。その間にスアレスは1球目で失敗した 30m へ移動。ここをクリアできれば中村遠藤を 1m 超えます。さあメッシ、ここは大事なキック、どうだ。ボールが高く上がった。スアレス胸トラップ、中村遠藤を超え 30m 成功。さあ今度はスアレスの折り返しです。ここは確実に返したいところだが、どうだ。メッシ止めました。2人のキャッチボールはまだ続きます。そうです、トラップはラインの外でも可能ですが、キックの時はラインの内側から蹴らなくてはなりません。さあスアレスは一気に 40m へ移動。これが 40m です。とんでもない距離になってきました。さあメッシ、いけるのか。これが 40m です。とんでもない距離になってきました。さあメッシ、いけるのか。かっこいいな。ボールが高く上がる。ボールが高く上がる。胸痛いんじゃない。スアレス止めた。止めました。 40m クリアです。上にバウンドさせたんだ。まずはメッシのキック、 40m にもかかわらずスアレスの胸へ一直線。すごいな。そしてスアレスもピタッとトラップしてみせました。これが世界のトッププレーヤーです。さあ今度はメッシが受ける番です。ボールを落とさずキャッチできるか。止めた、止めました、メッシ。すごいな。 40m 先からのボールを何事もなかったように止めました。さあスアレスが 50m へと下がります。いよいよ理解しがたい距離になってきました。ご覧ください。現実の世界でこれは成立するんでしょうか。メッシと、メッシと、スワレス前進、メッシと、トラップ、トラップしました。スワレス受け止めました。これはとんでもないプレーです。とんでもないね、本当。 50m には届きませんでしたが、 49m 地点でスワレスが胸トラップ。もちろんボールは落としていませんので、チャレンジは続行です。さあスワレス、 50m からの折り返し、ここからメッシに戻せば記録は認められます。さあどうだ、どうだ、こういう感じでしょ。ボールは右へそれていく、失敗。2球目のチャレンジは記録 49m でフィニッシュ。 40m すごいよ。あげげれ、すごい、あげげれ。さあた、ディセケボレポンガマガナ、高校中村遠藤2球目。さて中村遠藤コンビですが、ここでポジションを変えるようです。いや先輩の指示です。なんかこっちからの方が視野がいいかなと。現在の最高記録はメッシ・スアレスの 49m、 食い下がれるか中村遠藤。さあ2球目が始まりました。やばい、高い、ヘイ、よし。最初の 10m は全く問題ないようです。テンポよくキャッチボールが続きます。さあ 20m、 やばい、悪い。ここは遠藤よく止めました。よし、よしよしよし、じゃ集中するわ。集中しろ。はい。さあボールはつながるか。
いって止めました。成功です。痛いんだよな。痛いよな。それは普段胸トラなんかしないからさ、こんなとこ当たったさあ30メートルの挑戦です。1球目は1メートルショートしてしまいました。やっと、もうちょっと奥行って、もうちょっと奥だ。真ん中ぐらい。少し強めに切る作戦でしょうか。じゃあ俺ボレーで行く。オッケーオッケー。さあ30メートルクリアなるか。ああ低い弾道だ。あでかいか。エンドヘディングでトラップ。止めた。よし、これはエンドナイスカバー。距離は35メートル。頭で受け止めました。中村のミスキックをしっかりフォローしました。よし、すばらすばら頭いや頭痛い。痛いよ頭痛い。頑張れ。遠藤がラインの中に戻ります。ここはなんとか戻して記録を伸ばしたいところ。とりあえず届かせるよ。いいよいいよ。さあ遠藤戻せるか。あーいい。さあ遠藤戻せるか。あーいい。どう。あーっと中村トップミス。きついか。バカ野郎バカ野郎いやマジで今ボンミス。世界に誇る天才レフティー中村俊輔、まさかまさかのトラップミス。2球目は記録35メートル。メッシ・スワレスに追いつけません。失敗した俺。むずい。中村のせいです。先行メッシ・スワレス3球目。2球目で驚愕の49メートルを叩き出したメッシとスワレス。さらなる記録更新はなるんでしょうか。さあメッシ・スワレスの3球目が始まりました。まずはスタートの10メートル。おっとスワレス、大丈夫か。大丈夫です。残しました。3球目も早いテンポでパスが交換されていきます。スワレスがバルセロナに加入してまだ1年ですが、今では家族ぐるみで遊ぶほど2人は仲がいいそうです。これが信頼の証か。全くボールを落とすそうにありません。おっとメッシ、ここも大丈夫です。落ち着いていきます。さあスワレスが30メートルを超えていきました。この辺りから一気に距離が長く感じます。ここもスワレス丁寧な胸トラップ。完全にこのゲームの感覚をつかんだようです。さあスワレスの折り返し、ちょっと弱いか。メッシナイストラップ。ボールを落としません。おお、かわいいな。メッシスワレスコンビが止まりません。40メートルへ距離を伸ばします。でもあれや。さあメッシどんな弾道を描くのか。さあいけるか。ボレーですね。ちょっと横から低めにいった。スワレスは胸トラップ。ライナー性のボールの勢いを胸だけで受け止めました。これにはメッシも安心の表情。さあ40メートルの折り返し、今度はメッシが受ける番です。結構な。スワレスはどんなキックを見せるのか。高い弾道でいって、メッシモモラトラップ受け止めた。いや余裕だもん。スワレスが見せればメッシも見せる。トラップした時に響く重低音がその距離感も物語ります。なるほど。おっとメッシが嬉しそうに笑っています。メッシスワレスコンビが本日2度目の50メートルラインに到達しました。2球目は49メートルでした。さあ50メートルラインを越えられるか。メッシいった。メッシいった。止めた。受け止めました。メッシが今日一番の笑顔。メッシのパスは完全にショート。しかしスワレスが43メートルまで戻りしっかり受け止めました。素晴らしいフォローです。さあ50メートルの折り返しです。これでスタートラインまで戻せれば
記録として認められます。届くかスワレス、ボールがメッシへと向かっていく。いい球だ、わからん。ボールはスタートラインに立つメッシに届くのか、どうだ、終えた、メッシ受け止めました。うめえ、おお、記録をさらに伸ばしてきましたメッシとスワレス。ボールはスタートラインを越えているので 50m 成功です。驚きはメッシのトラップ、ボールの勢いを簡単に抑えています。さあこの2人はどこまで記録を伸ばすんでしょうか。スワレスがいるのは遥か彼方 60m 地点です。よっしゃ、さあ行けるかメッシー、どうだ、どうだ、どうだ、スワレス前進、距離がどうだ、トラップした、あー拾えない、 60m 挑戦は失敗、記録は 50m です。Llegan todos, primero en el golpeo, en que llega al otro lado, y después la recepción, es muy difícil, te viene muy alto, no sabes con qué pararla, cuanto más lejos más difícil. Pasa muy difícil que la pelota viene muy alta. Estuve muy bien, no me ayudó mucho. 高校中村遠藤、3球目。メッシ・スワレスコンビは50メートルに到達しました。メッシ・スワレスに食らいつけるか。この後日本代表レジェンド2人が奇跡のプレーを見せる。メッシ・スワレスコンビは50メートルに到達しました。中村遠藤コンビの最高は35メートル、この辺りで40メートルをクリアしたいところ。さあ折り返しの3球目です。今から19年前、二人はトレーニングジムで偶然出会ったそうです。はい、それから共に日の丸を背負い日本サッカー界を牽引してきました。息の合ったプレーは日本最強と言ってもいいでしょう。ナイスボール、ナイスボール、ここもしっかりとつないでいきます。インサイドまっすぐちょうだい、インサイドまっすぐ。20m の折り返しはどうだ、ここもしっかりとキャッチ。おっと中村俊輔、リフティングが乱れている、大丈夫か、大丈夫です。中村OK。 さあ中村遠藤コンビ、本日3度目の 30m 挑戦です。ボレー、どっちでもいい。さあ中村どうする、ボレーでいった、いやーごめん、大丈夫かな、低い弾道だ、遠藤かかとで上げた、拾えるか、拾いました、すごいね、なことしますね、はい、おいしょおいしょ。遠藤がとんでもない超絶テクニックを見せました。低い弾道のボールをかかとでトラップ、これが日本代表歴代最多出場選手の技術です。さあ 30m の折り返しです。キャッチボールを続けられるか、ちょっと大きめ、どう、さあ中村受け止められるか、止めた、止めました、よし。さあ遠藤が 40m まで下がってきました。2人の最長は 35m、 一気に更新できるか、ちょっと大きめでいくかも、いくよ、あ待って、じゃん、何だ、早くしろ、靴ひもお前ふざけんなよこれは一体どういう光景なんでしょうか。キャッチボールの最中に遠藤が靴ひもを結んでいます。オッケーオッケーいい、行くよ。さあ中村俊輔、40m の放物線を描けるか、あーちょっと待ってこれ超大事にしたい、うん、長いなリフティングさあ行けるか中村俊輔、うわー嘘でしょ、うわー嘘でしょこれは大きく右へ、40m成功なりません。最低なキックしましたね
ゲーム中に靴ひもがほどけるかっていう話、どんだけ緩く結んだんだっていう。先行メッシ・スアレス4球目。まあ、オーナーソーラー、オーナーソーラー。どうやら4球目でメッシとスアレスのポジションを変えるようです。さあ、2人のポジションが入れ替わりました。キック力のあるスアレスが距離を稼いで、メッシがとにかく拾う作戦のようです。4球目が始まりました。この作戦は吉と出るか凶と出るか。まずはメッシのトラップ、15メートル地点で抑えました。折り返しはどうだ。スアレスも抜群の安定感です。さあ20メートル、おっと、あ、メッシ落としてしまった。4球目はここで終了。どうしたんでしょうか。メッシにしては珍しいミスです。スアレスが完全に呆れています。しかしメッシ、2人一緒が楽しいのか笑っています。後攻中村エンド4球目。メッシ・スアレスの記録は依然50メートルのまま。この間に差を縮められるか、エンド中村のレジェンドコンビ。ちょっと待ってしょ、また待って、これ紐がさ短いの、ね、よ。どんだけ優しい握力4かお前。それではもう一度参ります。4球目です。さあ、記録の更新はなるのか。1球目は29メートル、2球目は35メートル、3球目は30メートル、40メートルが一つ大きな壁となって2人の前に立ちはだかっています。さあ、中村が20メートルへ離れていきました。メッシコンビに勝つためにはこんなところでの失敗は許されません。中村俊輔ナイストラップ。あー、いいぞ、試合みたい。20メートルの折り返しも確実に決めたいところ。さあ、遠藤もナイストラップ。よし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 、中村俊輔が30メートルへ向かいます。あー、もう絶対取る。胸胸胸、来い来い来い。さあ、遠藤、胸をピンポイントで狙えるか。さあ、どうだ。頭、中村俊輔頭でトラップ。しかししっかり抑えています。すごい。よーし、首取れる。オッケー、集中。どう、頑張れる。いいよ。さあ、30メートル折り返しなるか。いいよ。あーあー、落としてしまった。またも記録更新ならず。うわー、わかる。わかるわかる。先行メッシ・スアレス、ラスト1球。メッシ・スアレスコンビの最後の1球です。ここまでの最高は50メートル。ラストチャレンジで記録更新はなるんでしょうか。さあ、最後のチャレンジがスタートしました。スタート地点はスアレス。ボールを受け下がっていくのがメッシです。1球目は20メートルでしたが、2球目で一気に記録を伸ばし49メートル、そして3球目では50メートルを叩き出しました。4球目は15メートルと予想外の結果に終わりましたが、最後の5球目、世界最強のフォワードコンビが叩き出す記録はいかに。ここまでは20メートル、全く危なげがありません。先ほどの失敗は完全に修正しているようです。さあ、メッシが30メートルへと下がっていきます。あ、せ、一つ声を掛け合いました、スアレスとメッシ。この30メートルはどうだ。ちょっと距離は足りませんでしたが、しっかりつないでいます。お、さあ、メッシ、ここを折り返せば30メートル成功。スアレスはナイストラップ。ハンドは、ハンドでしょ。ハンドだね。ちょっとハンドのようにも見えますが、ここは多めに見ましょう。いいんですか。あれあれあれ、試合じゃないね。まあ試合じゃないね。メッシが40メートルへと下がっていきました。距離がどんどん離れていきます。さあ、スアレス、確実にメッシへボールを届けられるか。メッシは胸トラップ、抑えました。あっさり抑えました。メッシがラインの内側に戻っていきます。新記録のためにはここでつまずくわけにはいきません。
さあ 40m の折り返し、どうだ、いったか、高い弾道、スアレス胸トラップ、スアレスもビタッと抑えました。さあメッシが本日3度目の 50m ラインを通過しました。キッカーはスアレス、これを成功できれば2人の最高記録に並びます。どうだ、成功なるか、おっとメッシが前進、ボールが跳ねた、メッシ耐えられるか、耐えました、リオネルメッシ、おいなここはメッシ素晴らしいフォローです。スアレスのパスは 5m ショート、さらに最初のトラップでボールが大きく跳ねましたが何事もないように落ち着かせました。しっかりとキャッチボールを成立させています。さあメッシが再び 50m ラインに戻っていきます。スアレスのキックはショートしてしまいましたが、メッシがスタートラインを越えれば 50m 成功となります。さあどうだ、ボールがスアレスに向かって飛んでいく、スアレス前進、前進、さあどうだ、スアレス前進、止めた、受け止めました。今度はスアレスがナイスカバーリング、メッシのキックは 10m 手前で急降下、しかしスアレスが猛烈なダッシュで落下地点へ、見事ボールを拾い上げました。なんというコンビネーションでしょうか。メッシが安心した表情で 60m 地点へと下がっていきます。さあ新記録は生まれるのか、2人の距離はついに 60m となりました。さあスアレス、新たな扉をこじ開けられるか、思い切りいった、思い切りいった、ボールが曲がる、メッシ前進、思い切りいった、ボールが曲がる、メッシ拾った、スーパープレー、別角度で見てみましょう、拾っています、距離は 56m 地点、メッシがボールをすくい上げました、記録更新、メッシが 60m ラインに戻りリフティングを続けています。これを戻すことができればさらに記録は 4m 伸びます。世界最強コンビメッシとスアレスは 60m の壁を突破できるのか。さあメッシいけるか、 60m 先で親友スアレスが待っている、どうだ、どうだ、スアレスダッシュ、どうだ、ボールが大きく曲がっていく、押してしまった、ここでチャレンジ終了、メッシ・スアレスの記録 56m でフィニッシュです。スタゴラ、もう difícil、y en el aire que no caiga muy difícil、 podría haber hecho un poquito más él、 pero...中村エンドラスト1球。さあ日本のレジェンドコンビも次で最後の1球です。今まで一番むずい、痛くて痛くて胸だなんかしないもん、やろやろ、ここまで一度も越えられていない 40m の壁、そのはるか先56m 地点にメッシとスアレスはいます。日本のレジェンドコンビは世界を超えられるのか。さあ最後の1球が中村俊輔の左足から始まりました。世界最強の29歳コンビメッシスアレス撃破へ立ち上がった中村俊輔38歳と遠藤保仁36歳、日本のサッカー界を引っ張り続けるレジェンドコンビがさらに距離を伸ばしていきます。さあ折り返しの 20m はどうだ、大丈夫です、キャッチボールが続いていきます、おーし、さあ遠藤が 30m を超えていきます、ここだ俺のキックだ、
さあ 30m のチャレンジはどうだ。遠藤しっかり受け取りました。これで通れば俺だ俺。いくよ、いけるんじゃない。受け止められるか。受け止めた、受け止めました。中村俊輔、よし。さあ中村俊輔がスタート地点に戻っていきます。この40メートルを攻略できなければ打倒メッシ、スワレスは夢のまた夢。いけるか天才レフティー中村俊輔。おっ、追っていかない。エンドを釣られました。いくよ。さあ覚悟を決めたか中村俊輔。うわー足りない足りない。さあどうだ、遠藤前進。拾った拾った拾いました。よーナイスロープ。さあ 40m ラインへと戻っていきます。ここでスタートへ返すことができれば中村遠藤コンビにとって初の 40m 成功です。短い準備しよう。いくよ。さあ中村の待つスタートラインに返せるか遠藤。右足を振り抜いた。いいんじゃない。おお素晴らしい。さあどうだ、届くか。あ素晴らしい。ドンピシャーピンポイント。よし来た、すごい。ついにやりました、中村遠藤 40m 成功。ここに来て最高のコンビプレーを見せました。いいぞいいぞ。さあ遠藤がゆっくりと下がっていきます。日本のレジェンドコンビもついに 50m への挑戦権を手にしました。遠すぎる。結構遠いよ。先ほどは遠藤がピンポイントパスをくれました。次は中村の番です。親友へ思いを届けられるか。悪くない。先ほどは遠藤がピンポイントパスをくれました。次は中村の番です。親友へ思いを届けられるか。悪くない、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 すごい、悪くない、悪くない。遠藤受け取った。すげえ、どういうこと。やりました、中村遠藤レジェンドコンビ 50m 成功。二人の思いが澄み切った大空に大きなアーチを描かせました。さあ中村遠藤コンビ、この折り返しを成功できれば打倒メッシ、スワレスへ大きく近づきます。ちょっと前来てよ。さあ遠藤の折り返しです。前しよう、前前前前前。さあどうだ、おっと中村全力ダッシュ、ボールが短い。前しよう、前前前前前。中村トラップ、追いつけるか。追いつかない、失敗。いやー、これは遠藤まさかのミスキックで 15m もショート。38歳中村俊輔が全力ダッシュするもさすがに追いつかず。日本のレジェンドコンビ中村遠藤の最高記録は 50m。 打倒メッシ、スワレスの夢はここでついにいました。できれば勝ちたかったですけど、紐のせいにしておきます。紐のことあれで集中力がみたいな。僕は大阪から出てきてちょっと時差ボケだったんで、自分の中でも引き分けですね。新種目レッグキャッチボールは 56m を出したメッシ・スワレスの勝利。